朝はどこから来るかしら、うん、きっと山の向こうもね、チャチャみたいな女の子は嫌いなの。私が力を貸してあげるわ。あなた、お友達になれそうよ。で、何かいい方法あるの？これよ。これは私が魔法で作った惚れ薬。惚れ薬？そう、これを相手に飲ませれば立ちどころに。ちょうだい。高いわよ。お友達からお金を取るの？まだお友達じゃないわ。この子好きじゃない。だいぶ値切ったけどやっぱり高かったわ。広めの容器に薬を開けて顔を3秒間移します。ワン、ツー、スリー。あ、色が変わった。薬が顔を覚えると色が変わります。あとは惚れさせたい相手に飲ませるだけですか。よし、待ってて、ディーア君。ね、リーア君、呼んでるよ。はい。これでリーア君は私のもの。なんか用？あんたに用はないのよ。リーア君に用があるのよ。リーアに何の用？関係ないでしょ。だーた、食べリーア君。はーい、お待ち。
んが狼男だってことを知らないんですよ。ちゃちゃめ、休み時間はディア君をどっかに隠してんだわ。男子と女子と別々の時を狙わなくっちゃね。タイク、カビ箱だって任せとけって。リア君、ん、これジュースなの、後で飲んで。どうして、どうして逃げるの。また蹴飛ばされると思ったんです。じゃ、リア君、一体どうやって飲ませればいいの。給食に混ぜて食べさせちゃえばいいのよ、私、今日当番だから簡単だわ。やっこちゃん、魔法使いの雇い賃ってちょっと高いわよ。この子、好きじゃない。衝撃しよう。ははまだあのチャチャという娘を倒せんのか。申し訳ございません。娘に何を手こずっておる。ただいま秘策をめくらせておりますゆえ、今しばらくお待ちください。はい、給食を配ります。やっほー、ランチタイムだ。腹が減った、腹が減った、ワンツーワンツー、バカのうるさい、パンツーパンツー、おかず超盛り超盛りね。来たわ。スープに薬を混ぜてた。はい。うわー、卵スープだ。そのスープちょっと待て。あ、やっこちゃん、このスープ量が多い。最初からこんなに持っていると足りなくなるぞ。そこに具が沈んでいるから、これも均等に分けろ。混ぜてるわ、混ぜてるわ。いただきます。はん。はあ、ん、どうしたのやっこちゃん、スープ残して。食べたくないの。あ、やっこちゃん、うまくやってくれたかしら。マリンちゃんいる？リア君、嬉しい、リア君の方から来てくれるなんて。なんだか急にマリンちゃんの顔が見たくなっちゃってさ。それじゃチャチャよりも私の方が好き？もちろんさ。やったー、リア君、マリンちゃん。じゃあカンカン、泣いて悔しがるといいわチャチャ。とうとうリア君は私のもの。ボケが、お前にはチャチャさんがいるだろうが。ちょっと何すんのよ。マリンさん、今僕には美しいマリンさんしか目に入りません。え、まずはお友達から。どうしよう、マジで告白されちゃった。こいつも結構かっこよかったりするのよね。ここでみすみす振ったりするのはもったいないわ。絶対足を引っ込んでろ。ラスカル先生、付き合うのなら私とだ。はい。なんてワイルドな口説き方。でも先生と生徒っていうのはまずいじゃないかしら。先生のくせに。何を？ちょっとみんな、勝手なことばっかり言って。
私は本気よ。マリンが好きなの。ミキサー余って可愛さ100倍ってやつだな。そんな言葉はない。でもマリンは俺のものだ。だって今朝はいきなりキスされちゃったんだしさ。そうだったなこの野郎。悔しいわマリンが私のおして。そんな変態みたいなことができるわけないでしょ。ヤッコちゃん、これはどういうこと、説明してよ。あら、私約束通りリーヤ君に薬を飲ませたわ。みんなも飲んじゃったけど、あとは駆け落ちでも何でもしてちょうだい。待ちなさいよマリンちゃん。だったら力づくでもマリンを手に入れるぜ。私のマリンを奪おうったってそうはいかないわよ。マリンさんは渡さない。私に喧嘩を売るつもりか。私をためらって争うな。私って罪を。魔法で強そうな助っ人を出さなくちゃ。出よ恐竜。だけみたいね。勝った方がマリンを手に入れることができる。勝負よリーヤ。どっからでも来やがれ。やー、勝つのはリーヤ君よ。リーヤには悪いけど勝つためよ。狼の弱点をつかせてもらうわ。いでよ三匹の小豚。小豚、こんなにでかいのに。いいじゃない、一番上の兄ちゃんは罠で攻撃。うん、罠の前。うわあ、うわあ。わらが消えた。さすがリーヤね、一筋縄ではいかないようね。チャチャも流されてたろ。人違いよ。二番目の兄ちゃんは木で攻撃。木の祈り。うわ、木が生えた。うわ、くそ、ひでえ目にあったわ。飛んでけ。消えた。真打ち末子豚、狼はこの子にやられる運命なのよ。ヒギレンガの三日月。巨大レンガ、巨大レンガが空から降ってくるぞ。クソ、ひげめに。いいよ、早くあの豚やっつけて。じゃあ最
所からこんなの出すなよな。お前が怖がってどうする。消えた。ああ、何をしておるのに。その声は宗月様。お前を送り込んだのは単なるスパイのためではないのだ。すみません。大魔王様はお怒りじゃ。今こそお前の力を発揮する時じゃ。はい、お任せください、宗月様。どう、私の魔法が怖かったら早く降参するのよ。怖がったのはチャチャの方だろ。晴れた。あれ、ところでなんで私たち戦ってたんだっけ。なんだっけ。え、ちょっと忘れないでよね。これは私のために戦っているんでしょ。なんでひょっとして惚れ薬の効き目が切れたのかしら。そこまでだ、チャチャ。なんだこの黒板消し。手がついてる。気持ち悪い。ガー、バカモン。黒板消しとは世を忍ぶ仮の姿。真の姿は破壊の貴公子、ドクガー様だ。ちょっと、ドクガーだか毛虫だか知らないけど話をややこしくしないでよ。娘、俺様を甘く見るな。珍しく一回で出た。私だってやるときはやるのよ。扇風機よ、毒針を吹き飛ばして。扇風機とはチョコ材な。とどめだ、チャチャ。覚悟しろ。いいや。ジンネちゃん、いいや。チャチャ。うん。宗月。申し訳ありませんでゲス。どうやら我々はチャチャの力を侮っていたようでゲス。ですが、大容赦はいた
しませぬ。我が馬界の誇る資格を差し向けましょう。いでよ吸血鬼の吸引よ。こんにちは、私マリン。ねえ、チャチャと私とどっちが可愛い？当然私よね。それなのにチャチャったらリーヤ君の手なんか握っちゃってずうずうしいったらないわ。なんとかリーヤ君から引き離そうとチャチャを森に連れ込んだんだけど、そこにはなんと吸血鬼が。